タデ族はタデカにかつて置かれていた族である。約300種を含む大きな族だった。しかしその実態はタデアカ全体に分散する多系統であり、ヘドバーグやそれに続く研究者により分割され、現在は8族となった。そのうち1族は旧タデ族の学名、パリガナムを保つがタデ類を含まず、和名はミチアナギ族となる。パリガナムは ギリシア語で道柳などの茎の形から多くの膝があるの意味と言われるが、その他の語源説もある。分割の過程では様々な属が提唱されたため、学名には属の異なるシノニムが多数ある。大部分は双本で、中には数メートルの高さに達するものや、鶴瀬のものもある。湿地、または水中に生育するものも多い。茎は赤みを帯びるものが多く、 棘を持つものもある。葉は、全縁の単葉で互生し、形は多様で、幅広い卵型から、細長いもの、心臓形、保、小形、三角形などがある。葉の中央部に、黒縁のあるものもある。また、卓葉があり、多くは茎を包む筒状であるが、石見川のように大きく広がるものもある。花には4から6個の可比変があり、緑色、白色、または、 淡辺に色ないし赤色に色づく。草上、水上、または登場の果樹をなす。花皮片は花ごもや損し、果実を包むものもある。果実は一個の種子を含む、痩せか、主に北半球温帯に分布する。犬影、道柳、いたどりなど雑草として至るところに見られるものも多い。経済的に最も重要なのはそばである。このか。 香辛料もしくは野菜として食用にする、柳田でがある。イタドリなど山菜として利用されるものもある。鋭毒ダミは漢方薬に用いられる。染料として使われる愛も含む。また、観賞用に栽培されるヒメツルば麦、大桁で水引き、夏雪かずらなどがある。旧タデ属は、種赤の中の広い範囲に分散する。次の系統樹で、 キュータデ族以外の族は主要なもののみであり完全ではない。ツルドクダミイタドリソバカズラ族ファローピアに含める説もあったが、この講義のソバカズラ族はミューレンベッキア族ムランベキアを内包する側系統になる。ミチアナギキュータデ族のフシゼくてエルセリスパーメムフック F の種はチ島ナギ族に移された。オンタデ族とイブキトラの王族を イネタデ族ペセケリアに含める説もあったが、この抗議のイヌタデ族は、千島道柳族コエニギアを内包する、側系統になる。キュータデ族の不自然くて、ルブリビナをルブリビナ族として分離するあるいは、イネタデ族ペセケリアに含める説があったが、系統的にオンタデ族内に位置する。イブキトラのオンタデ族とイブキトラの王族を、イネタデ族ペセケリアに含める説もあったが、 この講義の犬デ族は、千島道柳族小エ小ギアを内包する、側系統になる。溝蕎麦水引ゼクテトベラを水引族アンテノロンとして分離する説があったが、系統的に犬デ族内に位置する。ありがとうございます。